値段は疑え。はい、どうも皆様こんばんは。おはようございます、こんにちは。はい、こちらパパです。今日もね、一つよろしくお願いいたします。はい、早速本題に入っていきたいと思います。本日はですね、ヘッドホンの、ご紹介をさせていただきたいと思っております。ここ最近ね、立て続けにちょっとヘッドホンをもう買ってるんですけども、ヘッドホン沼に今ハマってる真っ最中でございます。今回はね、約1万5、6000円ぐらいで手に入る、まあ、おそらくコスパのいいヘッドホンになるだろうなというふうな予想はしてるんですけども、いや、そこはやっぱり実際に検証してみないと、結果は分かりませんので、今回もねヘッドホンをご用意しましたので、皆様と一緒にですね、レビューの方をしていきたいと思います。はい、ということで本日も動画の方最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。今日の情報がね、少しでも役に立ってると思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとね、高評価いただけるだけで私の動画作成モチベーションがバキッと上がりますので、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、これで連続で何個目だ3個目か4個目ぐらいなんですけども、やっぱヘッドホンいいなっていうのが正直なところですね。はい、それでは始めていきたいと思います。それでは皆さん行きましょう、レッツゴー。はい、本日ご紹介させていただく、ヘッドホンなんですけども、ファイナルから出ております UX3000 という、ヘッドホンになります。今日はね、こちらの方を開封して皆様と一緒にこいつを丸裸にしていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それで早速開封していきたいと思います。はい、それではいきます。それよいしょ、おい、ちょっと、はい、出ました。はい、こちらが本体になりますけども、後で見ることとして、同梱物の方がありますので、そちらをまず確認していきたいと思います。準備するのでちょっとお待ちください。はい、それでは同梱物見ていきたいと思います。まずこちらですね。こちらちょっと曲がっちゃってるんですけども、梱包の関係なんですけども、こちらが取扱説明書となります。そしてこちらにある紙には、ご使用の前にということで、まあ、注意書きみたいなものがあります。で、ケーブルが2本あるんですけども、こちらが 3.5 ミリのオーディオケーブルとなります。そしてその隣、こちらが充電用のタイプ A とタイプ C の USB ケーブルが1本入っておりました。そして今回ですね、こちらの黒い袋なんですけども、キャリングポーチとなっておりまして、はい、しっかりファイナルと入っております。普段はね、これに入れて持ち運ぶという形になります。はい、同梱物以上となります。それでは本体見ていきたいと思います。皆さん行きましょう。はい、それでは本体見ていきたいと思います。今回は私はブラックを購入しました。まずね、外観から見ていきたいと思うんですけども、まずですね、こちらですね、脂肪塗装がされております。ちょっとザラつき感があるのはわかりますかね。よくね、カメラのグリップなんかがこういう感じになっていると思うんですけども、一つ、見栄えを良くするために、脂肪塗装というのを行っております。はい、まずここがポイントですね。そして、可動としてはこういう感じで、スイベルですね。はい。で、こちらが特には書いてなくて、こちらに、UX3000 というふうに、ありますね。こちら、はい、ファイナルとしっかり入っております。で、パッドなんですけども、ね、比較的薄めかもしれないですね。約1センチかな。うん。第一関節までは全然入らない感じなんで。ただね、ちょっと、低反発のようにすごい沈み込むかって言われると、そこまでではない感じがします。ただ、これものすごい重量軽いので、多分長時間使用することも全然できると思われます。それはね、検証の時にちょっとやってみたいと思います。まあでもね、出来はいい感じですね。あとはヘッドの部分なんですけど、ここからここまでぎっちり全部クッションが入ってるんですよ。なので、よく、安いものだとこれぐらいしか
本当ね、ほんの 10から15センチぐらいしか、本当に頭頂部に当たる部分ぐらいしか、クッションが入ってないものも多いんですけども、こちらはちゃんと側面までしっかりこうやってクッションが入っているので、非常にこれも疲れにくい要因になると思います。でですね、操作系なんですけども、こちらが R ですね、こちらが L になります。ボタン類を見ていくんですけども、まずこちらですね、こちらが、電源ボタンとなります。そしてこちらに、プラスですね、そしてこちらにマイナスがあります。でここに、有線の時に使う 3.5 ミリのジャックがあります。R 側はそれだけですね。 L を見ていくと、これがですね、ANC と書いてあります。ノイキャンのモードを切り替えるボタンとなっております。そして充電用のタイプ C ぶっ刺すところがこちらに刺さりますね。はい、あとバンドの調整も、しっかりカチカチ言って簡単にずれることはなさそうですね。ちょっと小ぶりな感じはします。ただちゃんと耳をね、しっかりずっぽり入れるタイプなので、ダイナミックな感じですとか、臨場感っていうのを味わえるんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じですかね。はい、全体はそんな感じになっております。大切なのはね、音がいかほどのものなのかっていうところになってくると思います。はい、開封レビューここまでとさせていただきます。それではですね、こちらの製品、ヘッドホンの製品概要を見ていきたいと思います。あとですね、まあ補足としてなんですけども、こちらのヘッドホンは外音取り込み機能ですとか、あとは専用アプリですとか盛り込まれておりません。はい、それでは行きましょう。はい、開封レビューは先ほどの通りとなります。それではですね、本日ご紹介しているこちらのヘッドホンの製品概要を見ていきたいと思います。それでは皆さん、行きましょう。はい、それではですね、ファイナルの、UX3000 というヘッドホンの、製品概要を見ていきたいと思います。こちらの商品、イヤホン参加価格で 15,800 円でゲットすることができました。それではですね、これから製品概要の方を、述べていきますので、文字が小さいのでね、私の方で読み上げますので、少しの心と、耳を傾けていただけたら、幸いです。よろしくお願いいたします。まず、ハイブリッドノイズキャンセリングを搭載しております。ノイズキャンセリング機能をオンにすることで、電車や、生活音などの騒音が打ち消され、静寂な空間で音楽をじっくりと楽しめます。ノイズキャンセリングは単体使用ができる独立設計仕様のため、音楽鑑賞時以外にも、防音性能の高いイヤーマフのように活用できるほか、マイク機能と併用することで外出時の読書や通話、ウェブ会議などが格段と快適になります。続きまして、快適なハンズフリー通話でテレワークにも対応ということで、高性能マイクを搭載しているため、スマホでの通話はもちろん、テレワークのウェブ会議も快適です。ノイズキャンセリングを使用しながらの通話も可能なため、外音をシャットアウトしながら相手の声をクリアに聞き取ることが可能です。対応コーデックは SBC、AAC、また AptX に加えて、途切れにくく高音質、さらに低遅延なコーデックである AptX LL にも対応しております。また、こちらのヘッドホンマルチポイント搭載しております。バッテリー性能ですけども、連続35時間の再生が可能となっております。簡単ですけども、以上がこちらの、ヘッドホンの製品概要となります。はい、以上がですね、製品概要となります。それではね、本日の検証項目、お伝えしたいと思います。こんな感じです。はい、それでは検証項目お伝えします。まず1番、ノイズキャンセリング機能、2番が音質、無線有線両方ですね。3番、音声スペクトルでの波形確認、4番が通話品質の確認となります。以上の4点を、注力して、検証していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
という感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけで早速なんですけども、ノイキャンの、検証をしていきたいと思います。準備するのでちょっとお待ちください。はい、セッティングすることができました。そしたらファーストインプレッション、はい、それではどんな感じなのか、装着してみたいと思います。脂肪塗装すごい、呼吸感がありますね。それではいきます。はい、おー、側圧は少し強い感じですね。ちょっとだけキュッてなってる感じがします。なので、パッシブノイキャン的な効果が出て、今自分が喋ってる声もちょっとくぐもった感じで聞こえてきます。うん、なるほどね。はいはいはい、装着感は非常にいいですね。やっぱりさっき、お話ししたこの頭頂部にちゃんときちんと厚みのあるクッションが使われているので、全然で重さも重量も軽いので、これなら多分何時間か検証しても全然疲れないような気がします。それではですね、ノイズキャンセリング機能の性能を試していきたいと思います。今回ねご紹介しているこちらのイヤホンには、外音取り込みですとかアプリっていうものは、ございませんので、単純にノイズキャンセリング機能のレベルを今これから検証するということになります。それではやっていきたいと思います。はい、それではね、これから工事音流していきますので、音量がねバッと上がるので、そこだけ注意してください。よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。はい、今工事現場の音を流しています。それではノイキャン入れてみたいと思います。あ、結構切ってくれますよ。おー、中低域ガツンと、そこから下ガツンと切ってくれましたね。キーンとかカーンとかっていう音はやっぱり聞こえますけども、あ、レベル的にはね結構高いと思いますよ。今暖房入れてるんですけども、エアコンでね、暖房のファンの、あ、暖房機自体の音も聞こえないですし、パソコンのファンの音も全然聞こえないですね。聞こえるのは本当にあの高いところだけですね。はい、わかりました。そしたら今度は、静かな場所で検証してみたいと思います。一旦戻しますね。今オーフってなりました。このオフの状態だと、そちらにある、エアコンの音、ちゃんと聞こえますし、パソコンのファンの音はちょっと聞こえないですけども、まあゴーっていう音がずっと今聞こえてますね。これをノイキャン入れたらどうなるのか試してみます。それではポチ、あ、エアコンの音消えましたね。これぐらいがちょうどいいかもしれないですね。うん、変な圧迫感とか閉塞感っていうのは全くなくてですね、この電気的なね、ノイズキャンセリングと物理的なパッシブノイズアイソレーション、この2つが組み合わさってうまくノイキャン、電気的なノイキャンを強化しなくてもいい具合に、程度が収まっているっていう、そういう印象になりますね。ほうほうほう、これはいいんではないでしょうか。やっぱり遮蔽性が高いのは言えることですね。うん、そしたらもう一回だけ試しましたね。今オフです。はい、入れます。はい、ノイキャン入れます。はい、グッと下がりました。うん、うん、やっぱり広域だけ残るって感じですね。はい、なるほど、分かりました。すごいですね。そうしましたら、ここで一旦仕切り直しをして、視聴検証をやっていきたいと思います。それではちょっとお待ちください。はい、ダップと接続することができました。コーデックは aptX ですね。音源はですね、Amazon Music の、曲になります。Perfume のポリリズムでいってみたいと思います。で、視聴3パターンやります。ノイキャンがオフの時の、視聴、そしてノイキャンがオンの時の視聴、そして3つ目が有線での視聴、この3つをやっていきたいと思います。それぞれどれだけ違うのかね、しっかり、確認していきたいと思います。まずは、無線 Bluetooth のノイキャンオフ
の状態からやっていきたいと思います。はい、それでは聞いていきます。おお、いいね。非常にフラットな傾向ですね。どこかが突出してるっていう感じではなくて。はい、そしたら今度はノイキャンをオンにして聞いてみたいと思います。じゃあ行きます。おお、音が表現な、何起きたん。全然フラットじゃないよ何ですかこれは。ものすごい肉厚、なんだろうこれ。コーンはね、刺さることはないですね。シャリシャリ感はちょっとするんですけど、どちらかというときらびやかな感じになります。何この変わりようは。なんなん、すいません、初体験です、こんなの。もうボーカルがグワッて迫ってきてて、ものすごい気持ちいいですね。さっきのノイキャンオフの時とはまるで違う顔になってます。うーわ、すごいなこれは。しかも音いいし、どういうのこれ。ノイキャンでこんなに変わるもんなんですかね。俺の耳腐ってないよね。うわ、すっご、すいません、初体験ですこんなの。ノイキャン入れると全然違うじゃん。そしたらあとは有線ですね。有線聞いていきたいと思います。すごい、誰が聞いても100人聞いても100人分かると思います。超激変ですよ、すげえな。はい、こちらがね、付属してきました、オーディオケーブルになります。ちょっとね、タップの OS を切り替えます。音質特化型の、OS が別にあるので、はい、そしたら有線に変更しました。ポリリズム聞いていきたいと思います。じゃあいきます。解像度がぐっと上がって、音場が広がって、さらにボーカルがきらびやかで生々しいですね。あ、まあリスニング方法としてはこれが最高かな。なんかね、ほぼハイレゾじゃねえかっていう風に感じられます。ここまでクリアなんだ。でも音はものすごい肉厚。これで満足できない人は大変だよ。気持ちよかった。すごいなこれ。はい、そしたらですね、私はね、こちらのヘッドホンで、しばらく検証をしてみたいと思います。レビューできる状態になりましたらね、また戻ってきますので、お待ちください。それでは、行ってまいります。はい、レビューの準備ができましたのでね、これから皆さんと一緒に確認していきたいと思います。それでは皆さん、行きましょう。はい、まず検証結果の1番ですね、ノイズキャンセリング機能なんですけども、だいぶカットしてくれております。ノイズ全体で、見た感じですと、中低音域を中心に、まあ、全体の5分の3ぐらいはカットしてくれているような印象があります。でですね、ノイキャンオフの状態とノイキャンオンの状態で音質バランスが激変しました。こちらに関してはこの後、音質の方で講述しますけども、音の量感にもろに影響があるので正直ビビりましたはい、ノイキャンのオンオフでここまで違うのかっていうのをちょっと遅ればせながら感じました。はい、そういうヘッドホンなのかなというふうに思ったんですけども、詳しい話はですね、音質のところで、お話しさせていただきます。はい、検証結果の2番いきたいと思います。まずは音質ですね。2番目、有線無線というところなんですけども、
まず、無線の部分で ANC のオンとオフの状態でヘッドホンの、鳴り方が全然違うので別々にレビューさせていただきます。 ANC がオフの時ですね、これは、まず最初に感じたのが非常に聞きやすいということでした。イコライザーなどでね、過度に、帯域をいじってしまうと逆に、ものすごく違和感が出るんではないかと、推測されます。デフォの音はですね、軽やかでかつ、フラットで気持ちよく、まさに原音忠実さを、体現してくれていて見事と言えると思います。長時間使用しても聞き疲れが全くありませんし、こう自然とね広がる音場に引き込まれそうになる、そういった魅力のある音を奏でてくれます。それに対してですね、ノイキャンを入れた場合なんですけども、低域が一気に音の厚みが増して、もうタイトで俊敏でアタック感のあるものへ豹変するんですよ。またボーカル帯域が一気に量感が溢れて、中音域の距離がねぐっとまた近くなって、全く別のヘッドホンに変えたかのような豹変ぶりです。私これまで、YouTube ヘッドホンイヤホンをレビューさせていただいていますけども、初めてです。こんなに違うことってあるんだっていう、二度おいしい三度おいしいっていう、そういう感じなんですよね。音全体の量感も一気に解放されて、パワフルでダイナミックで、特にボーカルのきらびやかさがとても顕著に現れていました。もうノイキャンオフの時とは全く別物です。壊れてるのかな思ったぐらいなんですけども、非常にメリハリが分かれている、チューニングになっているなというふうに感じました。でこれが、無線の場合のレビューになるんですけども、有線で聞いた場合、これはもう音の解像度が増して、すべてのリスニング方法の中でダントツでいいです。まあ当たり前なんですけどね。はい。ボーカルね、とにかくボーカルのきらびやかさですとか残響感、この辺がね、もう最高に美しくて、ね、もう聞き惚れるぐらいいい音なんですよね。無線と有線、圧倒的に、有線が素晴らしいです。音の分離感ですとか、低位感も抜群で、音が迷子になることもないですし、ノイズも一切なくてね、音がね すごいフレッシュに聞こえるんですよね。なのでこう非常に空気感としても透明度が高い、解像度が高い中でしっかりと、メリハリのある、音を楽しむことができるっていう部分では、もう有線に勝つものはないなというふうにやっぱり感じましたね。無線で聞く場合は、まあ好み、フラットが好きな人はオフで聞いてください。でもうちょっとね、メリハリのあるダイナミックさがある、パワフルさがあるサウンドを聞いてみたいという方は、ノイキャンをオンにして、聞いてみてください。一発で誰でもわかると思いますので、はい、これが、ちょっとねすいません、まとまらないんですけども、検証結果の2番、音質のレビューとなります。はい、検証結果の3番ですね。音声スペクトルということなんですけども、作成しましたので、波形をちょっと確認していきたいと思います。それでは、
はい、以上が、音声スペクトルとなります。はい、検証結果の4番ですね、通話品質なんですけども、録音しましたので一緒に確認してみましょう。それでは音声どうぞ。はい、ただいまですね、ファイナルの、UX3000 というヘッドホンのマイク性能を検証しております。音量音質いかがでしょうか。どのように届いておりますか。こちらがね、今日ご紹介させていただいておりますファイナルの UX3000 というヘッドホンの通話品質となります。ぜひね、参考にされてみてください。はい、今のが、通話品質となります。ちょっとノイズが混じってた感じがしますね。はい、以上が検証結果の4番となります。はい、本日ご紹介させていただいているファイナルの、UX3000 というヘッドホン、レビューさせていただきましたけども、まとめ採点をやっていきたいと思います。まず1番ノイズキャンセリング機能は 8.8 点、2番音質無線有線含めてですね、こちらは 9.5 点、上げたいと思います。とても素晴らしいですね。フラットも素晴らしいし、パワフルさのあるダイナミックの音も素晴らしいですし、有線で接続した際の解像度の高い空気感がもうピーンとね、張り詰めているようなクリアさが目立つ、そんな有線の聞こえ方、とても素晴らしかったです。続いて3番の音声スペクトルですけども、波形の方はね、やはり低音も出てるんですけども、全体的にフラット寄りな感じになっているような感じがしました。で、最後4番が通話品質なんですけども、ちょっとねノイズが気になったので、点数的にはちょっと8点は上げられないかなというところで 7.9 点とさせていただきました。はい、以上がですねまとめ採点となります。それではね、まとめ総括の方へ行きたいと思います。はい、それではまとめていきたいと思います。本日はですね、こちらファイナルから出ておりますヘッドホン UX3000 のレビューをさせていただきました。検証の仕方はノイズキャンセリングオフの状態での音、そしてノイズキャンセルをオンにした時の音で、ここが無線になりますね。で、残りが有線という形で 3.5 ミリで、聞いてみました。早速まとめをね、述べていきたいと思うんですけども、まず一つ言えることは、1万5、6000円の音ではありません。で、音質の部分でも強く触れたんですけども、ノイキャンオフ、ノイキャンオン、そして有線、すべて音が違います。デフォでね、ノイキャンオフで聞いた場合っていうのは比較的フラットな傾向で、原音忠実な感じに近づけてるなっていうのがわかるんですね。なので、ね、あまりね、癖なく、さらっと、ちょっとね、BGM 感覚でもいいんですけども、そういった軽めにね、ライトな感じで聞くにはすごくいいモードだと思いました。低音の部分がね、過度に盛り上がったりしていないので、非常に音全体がスッキリとして、聞こえてきます。もしかしたら寝落ちしちゃう人なんかもいるかもしれないですね。あと次、ノイキャンオンにした時なんですけども、これはね、低音がもうガンとくるし、あとは高音もねきらびやかになるし、一番のあれはね、ボーカルがグッとくるの、もう目の前ぐらいに、ね、で各帯域の量感がものすごい溢れて、しかも肉厚です。ノイキャンがねオンの時にはもう何度圧倒されるような、どちらかというとドンシャリではないんですけども、それぐらい近いぐらいメリハリがあります。ダイナミックさ、パワフルさ、そして高音中高音域、またボーカル帯域を含めて、そちらの中間から上の方に関してはものすごくスーッと音が伸びて、できらびやかになって、静かにフェードアウトしていくような、音になっています。なのでメリハリのある、まあ、ドンシャリ傾向っていう感じなんですけど、メリハリのある ね少しガツンとくるような音が好きな方もこれを使うことができます。で、さらに検証した有線、これはもう文句なしですね。解像度がパッと、本当にね、目の前が目をパチッと開けた状態で、音場もしっかりできていて、空間的な広がりを感じることができますし、
さらにボーカルが艶っぽく、もうなんだろう、メロな感じに聞こえてくるんですよね。でそれぞれの、まあ、バックグラウンドも一緒に綺麗にフェードアウトしていく、うん、なのでこのヘッドホン、ノイキャンオフで聞く楽しみ、ノイキャンオンで聞く楽しみ、そして最後は有線で聞く楽しみ、3回楽しめるんですよ。こんなヘッドホンは僕初めてですね。どのノイキャンオフっていうのは比較的フラットな傾向が好きな方はオフになります。でノイキャンオンにした場合は少しねメリハリのあるパワフルさも備わったドンシャリ傾向の方なんかはこちらのオンにして聞いていただくとテンションがねかなり上がると思います。で最後有線で聞いた場合、これはもう誰が聞いてもいい音だと思います。はい、ハイレゾかって、勘違いできるぐらい音の透明度ですとか音一音一音のディテールですとかその辺がくっきりして非常に気持ちよく、聞こえてます。はい、で特にね外音取り込み機能ですとか専用アプリですとかその辺は一切つけておりませんけども、まあそのおかげでねこの15,000〜16,000円のお値段で収まっているのかなっていうふうに感じました。多分それらを入れると2万円近くなってしまうのかなっていうふうに感じました。もう完全に音質特化型のヘッドホンとなっております。なのでこれはねおすすめできる人っていうのはほぼ全員人類いけると思うんですよね。気分で3パターン変えてもいいですし、フラット、ドンシャリ、そして超高解像度、この3つがしっかり備わっているものすごいコスパのいいね、ヘッドホンになっていると思います。さすがファイナルっていう感じですね。でバッテリー時間もね35時間、再生することが可能ですし、通話品質はちょっとね雑音がノイズが走ってたりもしたんですけども、まあ総じて会話は全然成立するので、まあ9大点かなという感じですね。残念だったところっていうのは、欲を言えばハードケースが欲しかったですね。キャリングポーチではなくハードもしくはセミハードのケースがあったら、完璧かなというふうに思いました。はい、なので、今ねご覧いただいている皆様に、自信を持っておすすめできるヘッドホンになっております。イコライザーとかにやる、過度な調整も必要ないですし、もう純粋に原音忠実を味わうことができますので、ぜひ皆さん今日のね動画で気になった点ありましたらですね、ちょっとググってみたりなんかして、他の方のね YouTuber さんのレビューなんかも参考にしていただけると、本日私がレビューさせていただいたね内容にも通じるものがあると思いますので、ぜひねちょっとね気になったらですね、その辺も試してみていただけたら、ありがたいなとは思います。はい、というわけでですね、まとめの方は、この辺とさせていただきます。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今回の情報役に立ったよと思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、高評価をいただければいただけるだけもう私の動画作成モチベーションバキッと上がるんです。その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、レビューは以上となります。いやー、こんなヘッドホンは初めてです。これは面白い。本当に気分でモードを変えるとね、1台3役っていう、まさにこれなんですよね。作り込みもしっかりされているし、見た目にもね、脂肪塗装などね、こだわりが見えますし、そして音質には妥協がないっていう部分でね、まあ、これ、長く使っていきたいなと思いますね。一応ね、今回、これ買うにあたって保険というかね、保証の延長をしてみました。それぐらいちょっと大事にしたいなと思って保証をつけて今回購入しました。まあお値段はね15,000〜16,000円なんですけども、保険代金がプラス1,000円ぐらいだったので、まあつけて正解だったかなと。途中でね、1年2年したぐらいで保証切れた時に、まあ助けられるかもしれないなっていう
思いを込めてね、まあ、1000円ならいいかなと思って、購入しました。はい、はい、それではですね、皆さんとはまた次の動画でお会いしたいと思います。素敵な音楽ライフ、皆さん送っていきましょう。それでは皆さんごきげんよう、バイバイ。また次の動画でお会いしましょう。